しやばくないっす。マジマジやばいっす。席さっきからなチラチラ見てるね。じゃあさっきから結構喋って、俺が結構喋りかけると結構いい感じだよね。絶対一緒に飲むでしょ。じゃあ動画にしようよ、マジで動画にしようよ。視聴者の皆さん、まあいつも行く韓国料理なんですけど、まあお客さんでママの妹と常連さんがね、今から口説いて俺成功したらね、ベッドシーンまで全部撮るから。呼んでみましょうか。俺はもうチャレンジしようか。いけんしょ、いける。ママ結構仲いいでやってるでしょ。マジっすか。ママね、いつもダメだよダメだよとか言ってない。さっきダメって言ったけど、まあいいしょ。強引に、そこは強引に。強引強引。お姉さん、お姉さん。あ、違う違う。お客さんです。違う。あ、お姉さんからみんな反応しちゃうからな。ちょっと手前の。ママ、ちょっとだけカメラ回させてよ。使わんかもしれないさ。多分使わんす。いや、多分使わんすけど。ちょっと一緒に撮ろうよ。撮りましょう。ママ、いい。ほげや、ほげや。妹のほげや、ほげや。ほげや。会社使えさっきから俺に契約しようとしょったやんけ。いいやん。だってでも YouTube 見てくれたんでしょ。うちのやつ見たんでしょ。いいやん。常連ですし。いいやん、妹。じゃあ俺保険入ってるから保険契約入ってるで。いや、俺も保険入る。ただいの子、なみちゃん、なみちゃんだったね。いや、俺初めましてだもんね、今日ね。俺もう出始まるんだよ。俺の許可なしでこの店入れんよ。いくらお得だと思ったの。いやいや、ちょこ、いいやいいやいいや。まあ、保険入ってる。何本入ってくれるの。視聴者の皆さん、これがリアルです。ちょっと韓国料理ハマっとるんで、カメラ回しいいっすか。いくら使ったと思ったんですか、ここに。太客だぞ。カメラ設置して、ちょっとなんか本当に、はい、なんかちょっとトーク的な感じで、ちょっとね、可愛い2人もおるし、妹ちゃん、ええやええや、無理、撮ったりや、綺麗に撮ったりや。もうカメラ回ってるもんで、ね、こっち見よじゃん。さっきずっと見とったじゃん。めっちゃ喋っとったじゃん、一緒に。だってさ、お客さん来ちゃうかもしれないじゃん。いや、まあお客さん来たら止める。お客さん来たら止めるで、それだけ約束で。いや、これもう店怖くなるよ。もうやめよう、やめよう。じゃあ、ええやじゃあ、いいじゃないですか。ちょうたいいですよ。こんな機会ないですもんね、逆に。嫌だよね、めっちゃ。いいやいいや、減るもんじゃないですよ。いいや、減らんぞ、いいじゃん。いいじゃん。もうしつこい。いや、せっかくあったんだ、俺。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。俺のこの視聴者の皆さん、俺のくどきテクニック見た。結果座ったね。相当しつこかったですもん。あれ、ヘビのような。まあ、コメントあるかもしれない。それか、最悪最初に口説いたカメラもあったのは使ってないかもしれない。都合よく、都合よくかもしれない。まああれから30分ぐらい経ったね、軽く。最初から、下から舐められましょうだったんだから。もう、ママに何回、もうこの店二度と使わんぞ。今日は圧がね。ここ、会社からすぐ近くの韓国料理屋さんで、本当に美味しいですよね。ありがとうございます。他にも料理屋あるんですけど、結構ここ、今使うんですよね、僕ら。週に1回か2回ですね、来る。そうですね。で、まあ、ちょっと今ね、これ一番メインイベント、なんですか、ちょっとこれ、サムギョプサルです。サムギョプサル、うまそう。女の子と、ガチトークしながら、美味しいものいっぱい作ってください。ありがとう。ぜひ、よろしくお願いします。頑張ります。店の名前は？はい、ハンガレです。ハンガレか、あれでハンガレって読むんだね。そうなんです。みんなどく？みんなどく、大須2丁目。2丁目、はい、ハンガレ。ハンガレ、本当に料理が本当にうまい。まあちょこちょこまた動画出てくると思いますんで、その辺も見ながら楽しんでください。ありがとうございます。遊びに来てね。数字の見方は二度と店に入れてもらえないから。しつこくお願いしたから。よし、じゃあカメラ回ってぶっちゃけ動画いきましょうか。はい、いきましょう。乾杯。乾杯。じゃあ、いきなり乾杯。乾杯。何もね。はい、ああ、もうね、ゴチがね、ゴチするんだったらカメラ出てくるっていう話だから、結局、金だけ解決しました。これ、麻薬銀歯。麻薬銀歯、ちょっとカメラ。なんで麻薬かっていう。なんで麻薬なの。
だからそれのようにちょっと食べたいから麻薬、うん、もう食べたらやめられない。そうそうそう。ただただし幻覚、幻覚見る幻覚。ただしこれをたっぷりつけて、じゃあ社長の顔を、あ、いいですか、はいはい、じゃあ一つ言うよ、はい、今日新調したモンクレだね、あの横さんで振りじゃないぞ、共用理科でいいな、振りじゃないぞ、振りじゃないぞ、悲鳴がすごい、大丈夫、こチンとこチンとくるけど、わさびってことか、それわさび、あ、来た来た、麻薬わさびの葉っぱのってこと、いっちゃいそう、あ、でもうまい、だけどこれ何もなしでうまいよね、つけずでもうまい、30代後半と、まあ、30代前半、はい、大人の女性、はい、まあ、男も男の酸いも淡いも知っとる、はい、俺にも抱かれたい、はい、まあ、そういう彼女たちが男を散々見ていた彼女たちが、はい、でどういうことを、ね、子供に対して思っとるかと俺らの質問をどんどんぶつけてこい、じゃあ跳ねちゃってくれ、じゃあ僕からいいですか、うん、まあ、いいよ、男を選ぶ基準があると思うんですよ、うん、男を選ぶ基準、はい、でちなみに年齢差があるんで、うん、そのやっぱりその何を第一に持つか、お金なのか経済力なのか、はい、顔なのかルックス、もう身長ってルックスなのか、うん、性格なのか、うん、どれを基準なんだろうみたいな、男、うん、はい、あんま聞くことないから知りたい、いや金でしょ金って僕も金だと思う、いや俺金じゃない、俺金じゃないと思う、金じゃないと思う、いやいやいや俺あの顔だと思う。じゃあお前ちびりや。俺顔だと思う。俺顔だと思う。これ笑い見て、これ笑い見て。カメラ映ってる？お金っていうことは社長のお金があるっていうことアピールだよね。そうそうそう。だから僕顔っていうことは、僕顔っていうことは。いやいや、俺で寺内君の質問が、はい。その第一、まあ、男に対する第一印象。第一印象ってまあ一番重きを置く。例えば、うん、経済力なのか。ルックスなのか、なるほどね、性格なのか、うん、それ気になるな、気になるっすね、気になる、付き合う、まあもう結婚も兼ねて、ランキングにしなさい、じゃあ一番最初のランキング、経済力が多分一番、まあ、はい、経済力がいいのかなと、はい、で、その次に性格、性格、一番が経済力で、うん、2番が性格、性格で、3番がルックス、まあ性格なんか二の次って言いますからね、そう思うけど、三番ルックス、いや、そう思うけど、うん、でまあ本当はねってよく、はい、よく言われるのは、はい、で私も、うん、なんか結構ルックスに行っちゃうか、はい、ああなるほどね、性格かみたいな、じゃあ最初にね行っちゃうんだけど、だけど顔とか見た目は自分が変えることができるから、うん、変えれんくないですか、限度あるくないですか、顔とか、いやいや顔とか、顔はね、服装とか、韓国行けば整形できるってことっす顔やっとんねやっとんね、結論、結論は、うん、でもね、私は性格な気もするんだけど、でもね、これはデヴィ夫人が言ってたの、テレビ、うん、で確かにと思ったのは、うん、顔はどうでもいいと、うん、とりあえず経済力だね、はいはいはい、経済力があれば、自分になんか好きなことができるし、自分が欲しいものも買えるし、そうしたら自分がタイプじゃなくてもこの人のことを尊敬して、うん、していくようになって、あ、人として尊敬できるんだ、そうそう、いやさ、やっぱ経済力あるってことはさ、それだけ責任も乗ってくるじゃん、うん、でこうやってタバコも折れちゃうでしょ、そうだけどさ、立場のある人と、まあ、一緒になるってことは苦労、それ、うん、それだけの責任と苦労があるよね、こっちに、いや、まあ、そうそう、苦労があるよね、だそれはさ、俺がもしね、まあ俺だけじゃなくても何でもいいけどさ、まあルンペンみたいなやつでさ、もうね毎日家に帰ってくるだけが取り柄みたいなやつだったらさ、浮気の心配ももちろんないだろうし、ね、その女作る心配もないだろうし、まあ浮気も女も同じかそうそう、ね、毎日家帰ってきてお父さんしてくれるかどうか、まあ俺は知らんだけど、だけどやっぱお金持ってる人ってそれなりにさ、友達も多いだろうし、ね、その交友関係もあるだろうし、だから結局あんまり好きじゃなくて、あんまりタイプじゃなくて、お金がある人と結婚すれば、結局金ってことだよ、そしたら諦めれるんじゃない、
何をするか。ああ、どういうことどういうこと。ちょっと気になる気になる超。だから一回カメラ止めてとか言って。一回カメラ止めて。すごくさ、もし忙しくて飲みに行く、付き合いが多い、飲みに行く、毎晩飲みに行く。すごい好きだから、え、私何してんだろうとか気にしないといけないじゃん、前に。でもそれがいいんじゃないですか、恋愛って。違うんですか。結婚は違うんじゃない。いや、お前結婚したことないで分かんないと思う。君ら行って3人とも分かんないと思う。ぶっちゃけその何旦那さんのこと今でも好きなの？まあ普通。普通？あいやでも、いや、あ、君は結婚したことないで分かんないと思うけど、それぐらいが俺はうまくいくと思う。なんか好き好きだとやっぱ束縛が出てきて、そうそう、好きっていうかその、いや、所有欲だよね、女って。所有欲、俺女ってすごい所有欲があると思う。経済力がある人、うん、なんだけど、うん、はい、だけど、うん、こっちに使わせてくれなかったら意味ないよね。ああ、なんかそういうもんなの。だから女が、俺こっちはと思ったの。そりゃそうでしょ。女が束縛、え、女は束縛欲があるって言うけど、所有欲、あ、そう、所有欲、うん、所有欲、所有欲があるって言うけど、でもお金を持ってる人と結婚しました、うん、でも例えば私にはなんか使わせてくれないとか使ってくれないとか、うん、何もなんかお小遣いくれないとかだったら、うんうん、あとはない人でいいと思う。あ、まあ、そりゃそうだよね。他のところを取るんですよね、そうやったら。ルックスやったり、性格やったり。だったら、ね、今なんか自分が自由にできるのを自分で産んだ方がいいよね。産む、産むって感じが、要は自分で仕事したり、そういう時間を使ってるのね。あ、お金をね。まあ、行って保険屋なんか稼いでるでしょ。そんな稼いでないよ。そう、でもそれ思うよね。なんか、大人の意見でしたね。それやっぱね、30代後半の意見だよね。なんか現実的っていうか、お母さんが言いそうな、なんか理想の、ちょっと失礼かもしれないですけど、母ちゃん、でそれは言い過ぎだ、それは言い過ぎた。僕そういうのが限ってすぐ離婚すると思う、僕は。あ、だから考えたからこそ。どういうこと。結局だからお金があって、銃があって、お互いでウィーミーな形だから一緒に入れるけど、うん、でもそれってそれが少しでもかけたらもう一緒に入れないってことだね。でもいいこと言うから。好きっていう感情があれば、別に何があっても好きだから一緒に入れると思う。そうそうそう。いや、それ俺ちょっと一個言わせて、ちょっと一回黙って。はい。カメラ俺に振る。全部向けて。好きなんか続かんって。そう、だからこそ離婚するんだと思う。好きなんか続かんって。だから離婚するんだと思う。だから離婚するんだと思う。じゃあだけど好きは続かんから絶対離婚すると思う。逆。ああ、じゃあ好きじゃない何かをあればそこで繋がってるってことですね。いや、好きなんか。一瞬のまやかしだって。これは NHK でやってんだわ。人間のホルモンって2年しか出ないから、4年かなんかしか出ないから。それか僕は一人の相手に対して。そうなの。うん、好きホルモンってもう出ないんだ。じゃあ4年以上付き合ったらもう好きなんだ。それって本当にメリットがあるね。そうそう、だから仲が良くて、だからもう俺はもうベタベタは、もうあのその明治とか、その江戸みたいな国だったらいいよ。もうスマホがいくらでもあって、もう情報交換、SNS がある時代に、俺はそれはもうありえないと思う。あ、これこの人しか俺はありえないって。あ、まあ、確かに、ね、デーゲットもたくさんありますしね。僕でもれるんで、まあ、ギリギリ攻めてくれ。まあ、いいちょっとギリギリ攻めてくれ。理想があるんですけど、なんか自分もし子供生まれた時に子供が見て、あ、お、仲良く、なんか仲いいなとか、うん、すげえラブラブしてるんだなっていう風に僕は。ラブラブ。それはいいと思うよ。ラブリー。そんな風に思われたい。子供。ラブリー。あー、なるほどね。すごい。あんま結婚してないやつにいけたね。いや、確かにそれはわかる、それはわかる。そういう人いるじゃないですか、でも。いや、いないいない。いない。いる人、いる人。いないいない。たまなんだ。いや、いいなとは思う。いいなとは思う。確かにその意見はいいと思う。じゃあ俺さ、でもその 1% のそのチャーミングリーンの夫婦おるじゃん。うんうん、でもそれっていうのはお互いに尊重し合いで、お互いに自由があって、会える時にやっぱハッピーになれるカップルっていうのは、いや、お互いにちゃんと大事にしてたの。お互いにその尊重し合えないカップルっていうのは俺ないと思う。そうですね、そうですね。お互いにどこ行くの、誰と思うの、何やってんの、やっぱだから信じ合うこと。そう、だってさ、男でもない言って、こんなね、大げさに言うけど、そんな方にも死んじゃう。それはさ、ほら、その猿じゃねえんだから、ね、だけど、誰と思うの、何と思うの、男とおるだけで、あ、お前ってお客さんとご飯食べに行っとんの、それはしつこいかもしれない。疲れる。で、それってさ、もう親でもストレスじゃん。でも、なんで親と仲いいって言ったらさ、家出して、悪いことやって、でも親って親じゃん。
うん、やっぱ家族になれると、そうですね、夫婦って俺成立しんと思うよ、うんうんうん、そうですね、家族になろうよ、ねえ、家族になろうよ。まあちょっと俺の尺長くなったから、俺の尺長かったかな、そう思う、ね、うん、いや、まあ、まだ結婚してない意見だよね、はいはい、じゃあ逆にですよ、じゃあ逆に女性で結婚してない意見聞きたい、うん、結婚してないけど聞きたい、本当にガチの話でいくと、うん、あの子供にちょっと習わせ事とかさせる、子供おる、いない、本当はおるでしょ、いない、でも一定、まあ、恋愛長い方でしょ、長いですよ、何年、8年、え、なんで結婚したの、3年、3年、やばい、あれ、僕に聞かないですか、お前だって、もう女にね、僕に行かないですか、お前だって、あの、素人童貞、いや、しゃがんお前の前、お前素人童貞だよ、10代でしょ、31、うん、2、うん、で、経済力ってのは何、例えば、例えばだけど、その結婚した時とか結構周りがもう結婚してる子が多いんですよ、うんうんうん、差が、ちょっと差がね、あ、差が、うん、年の差が、うん、あの、その子供に対するあれが、生活の差が、うん、子ど、あ、子供中心か、佐賀、佐賀って、いや、子供が、あの、子供がいなくて2人で生活してるのと全然お互い働けばやっていけると思うんですけど、子供が1人にできることによってなんか経済力の差が出てくる、あ、その、あ、その差がね、うん、SAG めちゃめちゃ模範解答やでしょ、でもね、結構思ってる、いや、でも、あの、じゃあ、あ、俺ちょっと、あんま、俺ちょっと喋りすぎやけど、あの、俺みたいに半端ない経済力に人間もおるわけじゃん、半端ない、半端ないじゃないけど、じゃあ例えばだけど、うん、その経済力っていうのは、うん、ほどほどの経済力でその子供も世話できて、うん、その例えば、まあ、月ね、うん、まあ、年収、まあ、1000万とは多いよね、うんうん、だけど、まあ、700、800万とかから1000万ぐらい、うん、そのアッパー層だったら、うんうん、まあ、それ以上は別に、うん、もっともっとすごい経済力が欲しいのがじゃなくて、まあ、ある程度きちっとした生活層ができてね、まあ、5、600万ぐらいから1000万ぐらいだったらね、まあ、いわゆるさ、まあ、日本でいや、まあ、上流階級まではやんけど、まあ、ある程度ね、贅沢層じゃんの旦那の収入だったらもうそれ以上求めないとか、あ、求めないってことは究極言ったら多分、あの、お金じゃないよね、多分、多分ね、例えばその結局子供とかそういうことをやらせるぐらいに自分は働くけど、うん、それぐらいできる家庭でいたい、うん、あ、時間のあれもあって、結婚だよね、結婚の選ぶ話だもんね、彼氏とかじゃないじゃん、ちょっとりあえずちょっとこれ脱ごうか、脱いでもいいよ、若干寒いね、寒いね、大丈夫よ、本番大きいのは映した方がいいよ、本番大きいのは筋伸びるから映した方がいいよ、これ使ってね、常識のない社長使ってねじゃないけど、それって俺は多分経済力って俺らって聞くじゃん、うん、まあ、男に対する何って経済力、うん、経済力って言うけど、でもそれって経済力じゃないかもしれない、それ以上はお金求めない、まあ、ね、例えば1000万ぐらいまであれば、うん、でじゃあその先にあるものってじゃあ何って、じゃあ1500万2000万の年収よりも、うん、え、いい子です、何求めるって言ったら家庭の幸せな感じがしたってことは、でも一緒にいて楽しい人、うん、もうそのここに入ってないんだけど、うんうん、一緒にいてその生活してて楽しい人、うんうんうん、食べ物もね、その性格云々も結局それに含まれるけど、一緒にいてつまらないと言いたくないでしょ、あーなるほどね、こっち寄りタイプ、うん、だから何ちょっと視聴者の皆さん視聴者の皆さんこいつらまだ結婚しないから、いやいや、僕もそういう風に聞いた、今聞いたじゃないですか、でもそういう、失礼かもしれないけど、そういう女の子に限ってあのインスタでなんかちょっといい目線いった写真撮って、あー分かりますね、ちょっとフレンチ行っちゃったみたいな、もうちょっと突っ込むんですけど女ってそうじゃないですか、うんうん、経済力じゃないって言いつつも、うんうん、やっぱりその、ね、誰かより上にいたいみたいな、はい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 、じゃあ行かんないよ静かー、それはもうブスッとさせてきたけど、でもそうじゃないですか、男って別にそんな行ったぐらい写真撮るでしょ、でもそれパートして稼いでお金かもよ、逆にね、そういうこと、うん、あー別に、うん、だから別に旦那一生懸命頑張って頑張って、そう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 、あー1個のインスタの画像でいやこういつ贅沢しとるみたいなのはあっ、いやなんかないいやもうおい僕あの異性に見せて
る動画じゃないよね。あ、そうなの。女の子に当たり今日こういうランチ行ってますとか。あ、それっていうのは、うん、異性に向けてちょっと私ブランドよーって、まあ、ただ言われると自分のなんか記録も残ってる子もいるし。いや違う、いるよ。いや違う、じゃあそれはね、ごめんなさい、どうせどうせどうせ、ごめんなさい。僕ちょっと言葉が荒いかったっけ。男でもおるさ、なんか写真撮るときにロレックス男もおるとか。じゃあそれ俺やん。やらしいな、やらしいな、みたいな。それ俺やん。じゃあそれ2000円ってよくないって。あーなるほど、ね、なんかそれって、うん、見せられたくない側の意見じゃん。同じロレックス持ってる人間からしたら。いや、でもさ、でもさ、でもさ、俺もね、じゃあ、みんなやつよ、ひがみだよな、ひがみ。だからもさ、だからもさ、それは関係ないじゃん。それは、いや、だったらじゃあもっと頑張れよと思う。でもね、それってさ、その見てる価値観が違うから。そういうことだよね。ジェネス君が見てる価値観と、この人が見てる価値観が違う。いや、ナミちゃんと、テレンシ君の価値観どういうことだと思う。俺分かんない、ちょっとごめん。めっちゃ分かるんだよ。いや、僕も思う、すごい思うと。ただ単純にっすよ、そんな深いとこまで感じてみるじゃないですか、うん、インスタンだって言ったって、うん、いや、なんかあざといなみたいな。俺分かんない、俺それがダッセイと思う、なんか俺はね、うん、逆に俺インスタン見たことないから両方分かる、あざといなって気分と、うん、いや、ここ行ってみたいなと思って、その友達のインスタ結構すごいいいとこ行ったから検索したもん。いや、そこにロレックスなくないっていう。いや、形式にロレックスなくない。わざとロレックスなのか、普段からつけとるロレックス。いやいや、もうなんか普段からつけとると思うんですけど、なんかでしょ、いや、それロレックスいるみたいな。食べ物も私は持っとるようにする。でもさ、自分がすごくいいロレックス3本持っとったら気にするんじゃない？あー、気にしない。いや、でも僕はじゃあ僕はロレックスオッケー、ナイスー。僕は経営者って、もっと経営者で。じゃあもうぶつかっていいですか。で、僕はロレックス持つ時が来るかもしれないです、うん、で僕は絶対したくないですよ、持つ時ないよ。なんでなんで、なんかやらしいじゃん、いや逆に。っていうか、じゃないよさ、あ、相手からしたらそれは別にただの背景としか思ってないみたいな。そうそうそう、あの、うん、そのロレックスも当たり前になるところになったらいっちゃう。あ、自分だった。そうそう、俺最近ブランドもすっげえ買うじゃん、はい、モンクレで買うじゃん、はい、でも俺が着てるの嫌味じゃないじゃん。嫌味じゃない、あ、ちょっとありますけどね。ね、まあ俺最近服はルイ・ヴィトンしか着てない。ちょっとありますけどね、嫌味なくて。いや、ちょっとじゃだいぶある。自分のこの生活のあれでやるんじゃないって思うんだけど。あ、それすごいいい意見だわ、うん、ちょっと、うん、俺のこと好きでしょ。やめろやめろ、リン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 。じゃあ次の質問いこうよ。はい、ただ、ミッチ行こうか。じゃあ僕っすか、うん、1万5000どうですか。最低。最低。最低だぞ。なんかないの、ミッチ、質問ないな。お前一番恋愛下手くそだ。言ってお前彼女いないし。経済力がないから。もうそれすら気にしてない俺は。経済力だってこの中で1万キロ高い。あ、そうなの、うん、顔が。あ、かわいい。顔で見るでしょ。顔で見るでしょ。顔で見るでしょ。いいよ。でもうちの目はこいつが一番かっこいいっす。もっと長いよ。なるようにしかならんすよ、顔は。じゃあ性格悪い。なんで性格悪い。いやいやさ、こいつ本当に自信ないけど、あのさ、かっこいい、そのジャニーズじゃないだけで、うん、言うとこだよね。いいと思うよ。本当思うでしょ。思うよ。一万五千でいい。性格に問題があるだけだ。やっぱり性格だ。逆にこの3人、まあリュウジは結構言ったけど、手足がじゃ女に何求めるのか。あ、それも聞きたい。気を使わないから。気を使わない。ああ、うんうん、価値観も全部一緒になってくるね。まあ、そうね。でも外見じゃないですよ。それ言ったらおしまいやぞ。でも、それひっくるめてたもんね。そう。だから価値観じゃない。価値観。そう。大事だよね。そう、価値観だってやっぱり。視聴者の皆さん、これからは価値観の時代だ。知ってる。まだ子供ってことですか。子供って生まれてないでしょ。まだ卵ってまだ卵。まあいいや、まあ、だって一応あいつに聞いたろ。一応ミッチに聞いたろ。尺長なんだよ。求めるものなんですか。逆に聞きたい。ね、求める。僕がっすやりたい時にやらせてくれ。それ以外やめろ。じゃあ、今日の動画また見てねー。バーズで、女に何求めるの。お前に本当に女作らんと。ないっすね、うん、あるんない。ないことないな。ないことないな、普通に。何を求めるの。やっぱ、付き合おうって思うの。付き合おうと思ってるんですか。
すごく大きい声です。もういい、もう何もないんだから。メンチこれ何？これチーズだ。カルビス。ザみたいに今出てる、ザみたいに。これね、チーズザカルビ。インサイドして。インスタ前に来たいや俺、やけどするのいいよ。フグにかかるんだけど、マジで。どっくりか。女性からの質問コーナー。本当にどういう人がタイプですか？性格と、まあ、見た目とか、うん、どういう人が。いや、俺は、まあ、性格、見た目も全部大事だけど、うん、あのね、やっぱ男を立て入れる人。あーあーって言ったじゃん。だからすげえ、もう半回答や。あやっぱ男ってさ、正解じゃない生き物だと思う。ミッチーの正解、寺西君の正解、リュウジの正解、俺の正解が違うから。そうですね、みんな違うじゃん、うん、俺は俺でありえない生き方してるし、リュウジも俺からしたらありえない、うん、8年もなんて付き合われて結婚もしてない、はい、ありえない、いいでしょうね、うん、寺西もありえない、あなたさえそれ関係ない、それ。いやいや、ミッチーはミッチーで、僕もいいですか、こういうキャラじゃん、はい、もうバカキャラじゃん、チクチクてきてってことね、それってありえないから。すいません、すいません。俺でも、そんな男って子供だから、やっぱ母親的愛情がない人とは俺はもう無理だ。僕もそうです、包容力、うん、包容力が欲しいです。なんか見た目がめっちゃ綺麗で、とか見た目がめっちゃ可愛いとかは、うん、なんかちょっと弱った時にスッといける。そうやって友達にも見せれんかったり、先輩にも見せれんかったり、もちろん家族にしか見せれんね、もちろん後輩にも見せれんかったり、うん、そのスッとなんかお母さん的な要素が、もうマザコンじゃないですよ、うん、その要素がある人に惹かれちゃう、うん、じゃあ顔関係ないんだ。顔、いや、ないと思う。ただ入り口は顔とかだとかスタイルだとか、のも楽しくて、ただ男っていうのはそれがないとコミュニケーションがないじゃん。まあ、そうそう。ね、だって遊ぶことがないじゃん。二人でデートすることがないじゃん。はい、だから俺見た目とかそういうのって入り口だけだと思う。でも男ってさ、所詮入り口じゃない、外観って。まあ、そうですね。私ここでとかしよう。だって別にさ、なんぼでもエッチとかもできるわけじゃん、男は。まあ言い方悪いけど。はい、やろうと思えば求めや。いや、求められるよね。求めてないだけで。本当？でも本当に今ちょっとカメラ回ったかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は突然ですね、いつも行く半金です。半金、ね、まあ、店の名前でしたっけ。韓国語でもね、分からんだけど関係ねえ、まあ、本当にね、会社の、あ、関係ねえ関係ねえって言うの。半金ね。で、会社のね、まあ本当に会社が5分ぐらいだね。そうですね、行って、車で。そうですね。で、まあよく来るとこで、まあ、たまたまね、綺麗なお姉さん2人おって、まあ男と女の恋の事情、恋の事情、恋の事情について、ちょっとまあ俺らも酔っ払って、まあ女の子も2人酔っ払っとるもんね。女の子、はい、女の子女性、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 ママ飲んでます。私、一杯飲みました。一杯だけで、まあちょっと今日熱く語って、はい、まあでも10時前だもんね。そうですね、結構いい時間。もう俺ら6時半ぐらいから来た。そうですね、うん、で、まあいい加減飲んで、あ、すいません閉めとくださいで、まあいろんな面白い話して、はい、まあカットカットで30分ぐらいの動画になっとるかもしれないですけど、まあちょっとね、本当に男と女のなんかそのやっぱその思ってることの違い、価値観の違い、価値観の違い、結局はもうキーワード価値観でしたね。価値観だ、価値観でした。しまいました。いや、酒飲みたいなよかったね。まあお前言っても今日役に立てない。もうこれ全部キットカットや、キットカットや。お前の言ってること小学生レベル。楽しかったね。楽しいですね、うん、本当に、うん、なんか、はい、若い頃に戻れて、はい、うん、よかったと思います。で、また本当に美味しい料理ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一人で来てるお客さん多いね。多いっすね。女の子も男の人も一人で来てる人も結構多いんで、ぜひまた来てください。はい、ランチもやってます。あ、ランチやってんの？やってます、やってます。本当に？はい。水曜日の三元旦ランチは限定10人限定だから、すぐなくなる。全然ない。あ、そうそう。で、あ、いやね、小学生だから。そうそう。テレ食べてる、テレ食べてる。今日は、じゃあまあいろいろ面白い話もできたと思いますんで、はい。またぜひチャンネル登録といいねお願いします。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 これします。また見てー。
みに。バイバイ。